不倫発覚の近藤正彦は芸能界引退へ一直線。ジャニーズの後ろ盾、人望、居場所、すべてなし、まさに身から出たサビ。ジャニーズ事務所の長男、として我が世の春を謳歌してきた近藤正彦56歳が、絶体絶命の危機に瀕している。 報じられた25歳年下の女社長との5年間に及ぶ不倫愛のつけを芸能界引退という大きな代償で支払わなければならない可能性が浮上している近藤は無期限芸能活動自粛という重い処分に決まったもののすでに芸能界の関心は復帰をめぐる3段に移っているしかしいつ誰が近藤の後見人となって復帰を後押しするのか 現状、事務所内を見回してみても適当な人物は見当たらない。そもそも近藤を可愛がり、増長させたのはメリー北川ジャニーズ名誉会長だった。しかし、今は事務所の権限は長女の藤島ジュリー恵子社長54歳や元タレントの滝沢秀明副社長38歳らに完全以上され、メリーさんは何の権限も持っていない。このままいけば、 自ら引退をを口にせざるを得ない状況です近藤本人もそのあたりは敏感になっているようですそもそも近藤をめぐっては大した仕事もしていないのに厚遇されているとしてジャニーズに所属する他のタレントからもクレームが上がっていたさらに厄介だったのが今回のスキャンダルで近藤の年収が3000万円超えであることが露見してしまったこと 滝沢秀明副社長はこのの不満を抑えるのに宿泊していますちなみに近藤の仕事はラジオ「カム・オン・ロッキン・ロード」と「近藤正彦くるくるマッチ箱」「CM ・富士コーポレーション」の3本のみ近藤はジャニーズの音楽権を管理する関連会社の株を持っていてかなりの高配当があるんです メリーさんや今は亡きジャニー喜多川氏の配慮だったそうですいずれにせよ滝沢体制になってからジャニタレやスタッフへのギャラは平均しては1から3割近く減っているまた近藤は後輩の育成などの類は一切していないため若手からの人望はゼロに近い近藤にとって今年は記念すべき芸能生活40周年だったはず 不倫の代償は本当に高くつきそうだ。